こちら、えー、ホームページは池 k スケの履歴なんですけども、まあ、こちらの方の内容で、えー、訴えている内容ですね。あのーまあ、相談事と言ってもいいでしょう。で、この内容に関して、今日の試合、えー、横浜 DeNA さん対ソフトバンクさんの試合で21時20分頃6対3という数字になっています。で、その、まあ、あ 事前に、えーまあ、撮影して、えー、本日こちらの方から、えー、アクセスできるような形にしている、えー、内容の動画。まあ、今日,撮,そうです、ね、今日は撮影したものをですねで、ここの中の19分のところの前後のところで、えー、暴力団ぶし、えー、6得点、えー、それと、えー、3点。だから寝転がることによって得点が逆になってしまってるんですよ。 で、もしかしたら旧得点になってたかもしれません。あの、横浜 DNA の人たちがですよ。あの、うーん。 まあいろいろ疑わしきところはあるんですよ。まあソフトバンクというチームに所属していた川崎宗則というものが有馬警察署に働きに来ていたりだとか、まあ多分横浜 DNA さんの方にも警察官の経験者の人とかが、その後え警察官になったがまああの、働きに来てるとは思うんですよ。だからあの、要点はその寝転がることによって、え、ー が逆になるであとその内容をあの、まあ、夜中とか電波でごちゃ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 こう言ってきて寝なくさせておいて睡眠不足にさせて、えーひえーまあ、昼間の試合だとか、えー 朝の試合とかの勝ち負け終わった後眠たくなって、えーまあ、間の時間帯寝ようとしたりしたら絶対寝転がるとなんか夜中ごちゃ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 電波で言ってくると、まあ、こういうふうな、あのー、状況も作れると、まあ、そういうふうな、えーまあ、2030でだいぶ、あのー、むちゃくちゃな内容にはなっています。 えー、本日の日付は2024年の、えー、10, 時20あ10月27日、えー、21時23分です。まあ、テレビの,その試合中継とか YouTube で、えー、公開できたら、あのー、いろんな方に見ていただけるはっきりとした証拠になってくると思うんですけども、だからまあこれが。 まあ結局形として、えー、だからまあ横領というような形に、えー、なってしまっていると。で、その得点源の元ですね、その点数。だから僕の頭の中とかの行き先とかを変えてしまうことによって、えー、得点している可能性も、えー、非常に高いと。まあこういうふうな、えー、形です。昨日も寝転がっていたんですよ。まあ昨日は眠れなかったんですけども、 今日に関してはちょっとうとうとはしました。だからまあ寝たっていうほどではないですね。まあ、そういうふうな状況での特典、まあ、だからまあ、僕の立場で物事を見ていただきたいなというところなんですよ。阪神・淡路大震災の被災者でと、あと、まあ、現場で王貞治さんの声が聞こえている人もいるかもしれませんけども、あのー、 僕しかできないっていうことで、王貞治さんも、あの、認めてるんですよ。それ関わったら関わったで、えー、大変なことになるっていうことを、多分王貞治さんも知ってたと思うんですよ。だから、あの、そういうふうに言ってるんだと思うんです。で、その、僕一人が、まあ、うこうみたいな形、まあ、まあ、僕は軸になってる形に,にはなってるんですが、 まあ、各スポーツがですね、で、ま,ああのまあ、また後で書き込んでから、えー、動画公開しておきますけども、すぐ文章だから消されるんですよ、ホームページに記載している文章、えー。夜の0時00から、えー、翌朝、朝の9時まで、えー、スポーツの勝ち負けには。 あ関わり合いたくありませんっていうことを言っていても、えー、その度文書が消されたりするとだからまあそういうふうなことで、えーうんまあ、非常に、えー、残虐的な、えー、行為が行われてしまっているとだからもうこれ最終的に何と結びついてくるかっていうと <laughs> エネルギーの残存量問題と昔から政府が行っていたその まあ政府が行ってたと言ってもいいんじゃないですか、コロナウイルス、まあ、生物兵器に関する条約1条から5条に関する違反、まあ、政府の人間全員が分かっていてしていたというわけではないんでしょうけども、そのエネルギーの残存量問題とか、電波によってそのスポーツの,あのエネルギーの消費の問題とかと結びつけて、で結局、えー結 人減らしを行う。まあ私の母親が74歳という年齢で亡くなっているんですけども。 このコンピューターの,の稼働の仕方のむちゃくちゃなところは、眠気までね、えー、人に差配することが神がかり的な力でできてしまうんですよ。その辺のところで、ちょっとこのむちゃくちゃな状況、な、ま、ん、あ、あとかしていただきたいなというところです。だからそれ現場の方でもどうにかできるものなのか、できないものなのか、まずそこから、あの以前もこれ何回も言ってると思うんですけども、審判の方も含めて、 えー、多くの人で集まって、えー、何かしらこれ結論出さかったら僕は殺されます。だからこれね、あんまり勘ぐりすぎても、もう、うんうんまあ、もうそういう人いないとは思いますけども、だから僕は死んで、えー、河川水門会式玉発電始めたったらええとか、まあ、そういうふうなことを考えている人間もいたんじゃないかなと思うんですよ。言ったことがあるかどうかで言うと、 まあ顔が変わる、変わらないかでね、試しに言ってみただとか、そういうようなことだったら、もともと僕は二十歳ぐらいの頃、フルーツラパークのランノマーの方だったと思うんですけども、そこで髪の毛染めてる男は、そういうようなことを言ったりとかしてるんですね。で、まあまあ、髪の毛染めてる男です。どこの誰かわかりません。で、うん。 まあまあ、こ,のこちらの状況に立っていただいて、えー、もう他の要件とか多すぎるんですよ。怒っちゃダメだとか、あれも,あれもあの敬語じゃないとダメだとか、まあ、あれがダメだ、これだとダメだとか、もう言葉のワードも全部組み上げなかったらとか、要件が多すぎて、振りすぎるわけじゃないですか。だからまあその辺のところで、全然法の下の平等は、えー、コンピューターが分かっていないという形に、えー、なります。 まあ人間も結局そうだと思います。